せーの。フリーゼロやはい、ということで、はい、限定ハロデボリューム3ということで、はい、今日はですねよろしくお願いします。お願いします。ボリューム1、ボリューム2でいろいろ買い出しとかね、はい、あとはオープニングなんかもですね撮らせてもらいましたけども、やっと調理に入るということでご覧ください。はい。素晴らしい。すごいですね。生ハムメロン作ろうと思ってたけど、メロンどこ置いてる？あ、メロンですね。すいません、忘れてました。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。まあ、この間に紹介しますね。土田康彦さんです。よろしくお願いします。チャグラさんです。そして建築家の長谷川匠です。よろしくお願いします。ボリューム2とかでね、ちょろちょろですので、ちょっとちゃんと紹介します。最初はメロン、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 これね。このメロンが美味しいんですよ。なんでや。僕のためでしょう。そう、これね。そう。辻さんの。これあれですね。レモンシリーズ。レモンシリーズ。はい、僕のあのレモンシリーズ史上最高傑作なんですけど、辻さんが書いてくださいましたけど。はい、ここでさらに無事ね。なんかこの家はもうほぼほぼ僕のあのプライベート美術館みたいな。そうですね。あちら多分映ってますね。あったりもありますけど。そしてこれも。はい。ありがとうございます。まだまだね、あの家の方にも付き合いますので、またぜひ送っていただきます。ということで、というわけで、これこれはこれはもうただ僕今持ってるだけなので、はい、本物のメロン、本物のメロンね、はい、楽しい。これが本当の北海道メロンですから、夕張メロンがいただけるんですね。はい、はい、生ハムメロンを作って、そしてわざわざですね、ベネチアの最高峰イタリアン、パリーズバーからですね、あの食材を運んできてくれました。ありがとうございます。ケーキも素晴らしい。はい、このこの日付で合わせて作ってくれました。あ、ケーキも。はい。すごいね。タリオリーニとタリアーニ。タリアーニーニとタリア。タリアーニ。タリオリーニ。タリオリーニ。はい。そして食材はすべてあの函館で。はい。はい。美味しいお肉。美味しいお魚。第二回でね、もう作ったと思うんですけど、お魚もね。はい。酒井商店とあと朝市。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね。函館で。いや、もう可愛かったですね。素晴らしかったです。はい、はい、ということで、ということで、いきますよ、皆さんで、あの、合言葉、合言葉、よぞ、せーの、けんて、はかのて、聞いてへんから、聞いてへんから、みんな手探りで、わーみんなやってたぜ。さあ、今日、堺商店なんでね、熱量したやつじゃないよ。熱量です。うちの庭で採れたやつだって。函館逆だ。これあのあれですよね、あそこで採れたって言ってましたよ。あのお節、いや違う、あの家の近所、ネルさんの中入り船、入り船、うん、そうそう、入り船さんって言ってました、うん、ね、うん、あのいつもあの釣り行くとこでさ、うん。いわゆる家庭料理みたいなのは、うん、あの、君の夫を教えてくれますけど、
教えない教えよう、全く興味ない。だから作る興味がないから教えようとしない。作ることが嫌いなんです。はい、あのマネジメントしたりコーディネートするなんて世界に配信されますからね。ははははは、あんまりじゃ寄らんようにしますね。ラストズッキーニと玉ねぎ、ナス、ズッキーニ、はい、そして、テルさんの皮むきをしてくれたペペロンチーノを入れていきます、はい、あ、いいですね、美味しそう。皮むきは面白かった。はい、皮むきだ、あ、皮むきね、さっきあの皮むきをずっとパプリカを自分で自分のことおじさんって呼んでるとか。いし、セニョール。いいですね。息合ってますね。どんな料理番組よりもおしゃれが問題かけられる。いや本当ですよね。しかもさ、普通の料理番組で2、3人前だ。はい、13人前、なかなかないですよね。なかなか普通のレストランでもないよね。ないです、ないです。プチさんもあれですよね、ほぼ毎日あの料理されるんですよね。そうですよね、一度こいつに行くんで、そうなんですよ、そうなんですよ。本当の言い方を忘れてちょっと不安な時があるんです。不安な時は、はい、マネージメントが間違ってる可能性もあるから、はい、じゃあもうわざと、はい、もうボケてる方が、はい、もうなんかこう本気でチャメ仕事って言ってる人みたいな。チャメ仕事だよ。テルさんはどれぐらいですか、料理の割合的には。俺はそう、ね、週3回やればいいぐらいかな、はい、でも結構やってるイメージありますよね、はい、やっぱあの期間というか絞んなきゃいけないって言って、ああそうですね、もうね、日本の食べ物はね、いろんなもの入ってるから、ああそうですね、そうですね、脂質とか糖質とか、そうね、そうですよね。だからよくあのね、トレーナーにあのセブンイレブンとかさ、はい、あのお肉あるじゃん、はい、糖質ゼロの、はい、あれを勧めされるんだけど味気なくてね。ああそうですよね、あれで7年6分何事今ちなみにあの、このパプリカ の炒めにブラックペッパー少々、はい、少々と、これがですね、はい、今日高級ソルトと言われている、はい、あのピンク色の塩です、ね、へえ、ピクソソルトかピクチア。本当二人ともひどいですね。今少し入りましたね。でもマゴーネの中でもね、ツッチーさんのあれご自宅ですかね。あれは工房の方でツッチーさんが料理作って、あれは別に2人で作ってるわけじゃなくて、あれはもうもてなされてる。あ、そうですね。緊張症なの。
あーでかすごい紐ハサミあるハサミあとこれはここはうんエプロは、エプロが、エプロ、うん、紐の黒いところとか、こうなってるの、本当はね、だからほら、ベテ寿司のおっちゃんめっちゃ綺麗に食べてるじゃん、そうだ、うん、そう、いよいよ、本場イタリアのヘレズバー、ヘレズバー、スタート、ヘレズバースタート、発音が、ヘレズバー。何ですか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 3分クッキング。ほんまですか？そんなこと、そんなこと初めて聞きましたよ。あれで、何バリなんですか？これは…エウトじゃないか。でも本当綺麗に皮が剥ける。いや、気持ちよかったですけど。やっぱ皮が剥けると気持ちいいよね。皮が剥ける。そうですね。